はい、それでは、ポールコンディショニングを始めていきます。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、ポールこれを使っていきますが、まあ、簡単に説明しますね。ポールをまずですね、こう横にしてこの上に体を乗せていくんですけども、乗せる位置がですね、ちょうど頭とですね、この尾てい骨とお尻、ここまでをしっかりとこの上に乗せて、いろいろな動作を行っていきます。で、ポールストレッチを行う前に、必ずですね、ビフォーアフターで確かめていただきたいことがあります。それはまず立った状態になりまして、例えば足を持ち上げる動作、まあ、日常的に動かす股関節、膝関節ですね、はい、という動作を軽くやって、あとは腰をこうブラブラブラひねったりして、体がどこまでしっかりとひねれるかどうかですとか、体を後ろを前に、ね、少し動かしていったり、あとは肩を回したり、ね、いろいろな動作ありますが、軽く動いてみて、運動後、こちらのポールを使って調整した後にどれだけ変わったかを比べてみてください。で、これを行うことで劇的に姿勢改善にもつながりますが、1回やっただけでも即効性がありまして、すぐ、体の方には伝わるんですが、またすぐ戻ってしまいますので、これをですね、日々繰り返していくことで、正しい姿勢をご自身の中の体にちゃんと教えていくということにつなげていただければと思います。はい、あと姿勢の基本となります4立ですね、4立っていうですね、姿勢の基本があります。はい、必ず4立の姿勢の部分、頭、ちょうど顎の部分と言いますと口腔ですね、で胸の位置、胸腔で、お腹、腰の位置、腹腔で、足の位置が側腔というふうになります。はい、で、このそれぞれの4つの腔ですね、はい、空洞、要はポール状で例えると分かりやすいんですが、筒状に体もイメージしてください。これが姿勢の中で、普段の姿勢の中で悪い姿勢になってしまって日常を暮らしてしまいますと、この腔が潰れる、例えば腹腔、胸が潰れる、さあ頭が前に出る、はい、これで、まあ、腔が潰れる箇所が増える。そうするとこのポールのように筒状にしっかりと床から立つことができなくなります。はい、そうすると例えば運動される方はパフォーマンスの低下になってしまったりですとか、または腰痛ですとか、膝ですとか、いろんなところが痛くなってしまったりします。はい、ですので、このポールコンディショニングではこの姿勢という部分において、しっかり4列を立たせて姿勢を整えていくということにつながりますので、姿勢改善をポール使って行っておくというプログラムだと思っていただければと思います。はい、では早速スタートしていきましょう。お願いします。というふうに思います。はい、じゃあ早速、こちらに乗りますが、まずですね、尾てい骨、お尻の部分から頭のてっぺんまでがこの範囲に入るように乗っていきます。はい、では早速乗っていきます。まず尾てい骨、お尻の位置から合わせて、ポールの上にゆっくり乗っていきます。この時に、頭のてっぺんがポールからはみ出ないのと、お尻もはみ出ない、ちょうど真ん中の位置ですね、揃えていきます。で、膝を軽く曲げて、で両手は床に置きます。はい、で体をまっすぐに安定させて、ちょうどあの背中のですね、脊柱の中心、くぼみ部分にポールを合わせていきます。溝の部分に合わせていきます。はい、それではここから動作に入りますが、まず両手先を天井に向けて伸ばします。はい、ここから前習い、小さい前習いを行います。肘を90度くらいに曲げた状態で一度止めましょう。
はい、でここからポイントなんですけども、肘を曲げた状態、90度ぐらいの角度を維持しながら、はい、肩をゆっくりと回していきます。回していく間に感じる部分は特にですね、肩甲骨周り、肩回していくときに少しですね、凝り固まっている方はゴリ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 と肩甲骨にポールで当たる感覚感じると思います。でこの感覚を持ちながら腕を回していきますが、肘がですね潰れてしまったりしないようにですね、肘は90度ぐらいの感覚を維持したまま回していきましょう。上に力を入れずに数回繰り返して回していきます。で少しずつ繰り返していくうちに胸が開いてきて、腕の角度もちょっとですね下の方に落ちてきます。自然呼吸を繰り返しながら行ってください。はい、結構です。そのまま両手を床に置いていきます。はい、では今度は頸椎ですね、首の部分の動きを行います。動きが非常に小さいので、はい、ここではちょっとですねポイントを少し上げて説明しますね。まずは後頭部をポールから離して、このように顎先を天井をめくけて上に持ち上げていきます。はい、背中はついてますね。お尻も腰も足もちゃんとついてます。後頭部だけ外れて、はい、また元に戻します。でこの顎の先を天井の方にめがけて押し出すように、上げる下ろす上げる下ろす、はい、これを数回繰り返します。で頸椎、首周りの動作は結構回数たくさんやりすぎてしまいますと首が疲れてしまいますので、これ本当に何回かで結構です。はい、何回か行いましたら、今度はこの頭の位置をゴロンと右側の方に外した状態、要は今これでまっすぐですね、ここからゴロン少し外した状態ですね。はい、この状態から今度は同じように顎先を天井をめがけて上に上げる、上に上げる、これも数回ずつ行います。はい、では反対も左側の方に頭を外して、ちょっと左側の方はですね、正面から見た時に見にくいかもしれないんですけども、同じような意識で頭を左側に外した状態から顎先を天井へ向けて押し出すように繰り返します。はい、ではそのまま頭を元の位置に戻しましょう。はい、今度はですね、両手で後頭部、ちょうど耳の裏ぐらいのあたりですね、この裏側の後頭部の骨の部分とちょうど耳のちょうど裏側のこの位置にくぼみがですねありまして、ここのくぼみ部分に指を少しかけます。はい、でそれを少し軽く浮かせて持ち上げながら上の方にですね牽引するように、少しまっすぐ上に引っ張ってあげるような形で、少し上に引っ張ってあげて軽く顎を引いて、首が長い状態にして静かにポールの上に乗せていきましょう。でこれでリラックスしていきますね。そうするとですね、先ほどよりは少し頭のてっぺんの位置が上にあって首が長くなるような位置に入ると思います。見た目はそこはさほど大きく変わりませんが、これ自分の中でですね、感じていただければと思います。はい、ではここから今度は
背骨の少し動きですね、側屈動作を腕を動かしながら行っていく動きを、進めていきます。はい、では今度はそのまま両手の位置を肘を曲げた状態で万歳の位置になりますね。でこれ万歳の位置になった時に肩が非常に痛い方はですね、こうちょっと手が浮いてしまうと思うんですね、ここがですね。そういう場合はまっすぐ伸ばさず肘を軽く曲げていきましょう。そうすると肘を曲げることで少しですね、伸びていくストレスがかからなくなりますので、ストーンと下の方に落ちると思います。胸が少し開いた状態になりますね。はい、この状態から右手を上で、左手は逆に引いてあげるような状態ですね。右手伸ばして左手肘を曲げて引く。ちょっと横向きだと見にくいかもしれないですけど、今度この反対をやると左手伸びると右手が曲がる。これを上下交互に手を入れ替えて行いますが、この状態だとなかなか見にくいと思いますが、少しこれにですね、側屈の動作、体を斜めにしていきながらポールの上で背骨を側屈させる、少し傾けていき、体が左右に傾くような動きと連動させながら手を床から這うように上下で入れ替えて行います。で繰り返していくうちにですね、この動きは少しずつ少しずつ腕が下に下がってきまして、手の甲、腕の手前側の位置が床にピタッとついてくるようになります。最初は少し痛みを感じる場合は無理なく行っていきましょう。伸ばした後体を少し傾ける。はい、結構です。そのままゆっくり手を戻していきます。はい、では今度はですね、股関節の動きを行います。でボールの上では常にですね、足ですとか腕ですとか肩結構動かしていきますが、まあ、今の側屈の動きは少し横の動作が入ってちょっと一瞬ずれるようなですね状態になることもあると思うんですけども、基本はですね、このポールから体が外れてしまうと落ちてしまいますので、脊柱、先ほど言いました脊柱を安定させながら各部位を動かしていくのをポイントに行いましょう。はい、そこで、股関節ですね、今度は股関節の部位を動かしていくときに、まず右の足、足の裏側を押し出していくようにして、かかとの位置ですね、かかとの位置を、このかかとの位置を遠く押し出して、この状態で小さく円を描きます。この時に結構ですね、ももの力を使いやすいので、この足の筋肉というのはですね、ずっとお腹の下からこのちょうど腸腰筋と言われてですね、お腹の位置の中の方までつながっております。はい、でこれはちょうど背骨でいうとですね、腰椎部に筋肉がつながっているため、このかかとを押し出して軽く回していくときに足の力よりか、ここから足が入っているよ、お腹の方の位置から足が入っているよという意識の中で、この意識から回していきます。少し実際触ってみるとですね、ピクピクピクと軽く動いているのが伝わると思います。これも数回回して、結構大変ですからね、足もずっとやると大変なので、数回回して戻しましたら、この左足ですね、同じような意識でかかとを押し出して、かかとで小さく丸を描くように股関節を回旋させるようにですね、回していく動きがあります。はい、数回回しましたら足を置いていきましょう。はい、では最後になります。最後は膝を立てた状態、はい、ここからゆっくりと膝を右左に傾けていき、股関節周りのですね、筋肉の調整を行います。先ほども
説明しましたが、その太もも周りの筋肉、付け根からですね、お腹の位置までつながってますよという話をしたんですけども、そうですね、この動きを行うことで、先ほど言いました腸腰筋の動きですとかが、ここまでつながってますので、股関節周り調整していくのと同時に、ももの付け根からお腹の位置までの動きも意識しながら行っていきましょう。意識は持っていきますが、動作が大きくなってしまうとポールから落ちてしまいますので、あくまでも脊柱はポールの上で安定させながら、膝を内側に入れるように繰り返していきましょう。はい、結構です。はい、それではですね、ポールの上から降りるんですけども、降りるときも急に起き上がってしまわないように、まずは足の方、お尻の方からゆっくりとストーンと床に落ちてから背中をつけて、で床の方に横向きから降りましたら、ゆっくりと立ち上がります。はい、実際終わってやってみましたので、ビフォーですね、はい、アフターと、はい、比べてみましょう、ビフォーアフターを比べてみましょう。はい、で、まずですね、足、はい、動かしてみましょう。今これ、僕も実際やってみたので、自分で感じるところにはなると思いますが、非常に足軽いですね、はい、足も結構キラキラする、動かしやすい、やる前と全然違う感じがしますね。で、体も回線力が少し上がる、角度が上がる感覚が感じられますね。で、腕も肩も肩甲骨で開いている感覚、はい、結構分かりますね。はい、で皆様も、いろいろ今ビフォーとアフターでやってみて感じられたんじゃないかなというふうに思いますので、まあポールですね、ご自宅にあるという方少ないかなと思います。まあ今結構このポールですね、あのどこでも、はい、言ってますね。例えばドン・キホーテですとか、はい、そういったですね、まあ、総合ショップみたいなところで、売ってますので、まあ、買っていただいてやるのも一つですし、あとはですね、あの動画自体をお家だけじゃないですね、スマートフォンとかタブレットですとか、まあ、そういったものでも見れますから、逆に、まあ、店舗の中で映像を確認した上でご自身でやることもできると思いますので、ぜひですね、こちらの、ポールコンディショニング、はい、ご自身の中でもチャレンジして、行ってみてください。はい、今ですね、いろいろ、はい、動画をいっぱい撮ってですね、皆様にいろんなレッスン提供させていただいております。はい、チャンネル登録数ですとか、はい、グッドボタンもたくさん増えると、はい、いろいろなですね、励みにつながり、どん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 いろんな、動画もですね、たくさん用意できるかなと思いますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。ありがとうございました。